はい、実は最近カメラを買い替えました。ほう。以前はこの DJI の Osmo Pocket を使ってました。鳥取砂丘の動画はこれで撮ったやつです。リンク貼っとくんで見てみてください、で今回この GoPro のこれにしました。 HERO7 ブラック、買い替えた理由はやっぱり画角が広いということです。 Osmo Pocket は画角がちょっと狭いんだよね。じゃあ早速ちょっとだけ違いを比較してみましょう。はい、今ねこんな感じで撮ってるんだけど、すごい全然違う。もうこれ今2匹ギリギリ入るところで Osmo だと。でもほら GoPro だともう2匹プラス横それぞれ 1m ぐらいが映ってる。すごいね。全然すごい違い。これほらこんなに違う。すごいねこの画角の違いこれすごいよ。ハウタは何がだってほらハウタ撮ってるとこうやってさ膝に寄ってくるやんよく、でもほらオズモだとさこうやってやらないと撮れなかったのが、GoPro だとこの距離でもさ2匹入るからさすごいよこれ。じゃあせっかくだし新しい GoPro でなんか撮ってみる？そうだね。じゃあオズモはこの辺でお役御免ということで。